早急のスバルは、浅田次郎著の長編小説、及び、これを元にした、テレビドラマ。1996年講段社官。新代の中国を舞台とした、歴史小説。第115回7月、直木賞候補作。浅田自身、私はこの作品を書くために作家になったと、帯でコメントした。なお浅田は、続編として、陳皮の井戸。 中原の虹、マンチュリアン・リポート、天使盲人を書いており、これらを含めて、早急のスバルシリーズとする。10年以上経た後に、日中共同制作で、テレビドラマ化された。2009年4月に、脚本妖怪全枚、監督、王春の元撮影が開始され、翌年1月2日から7月10日まで、NHK デジタル衛星ハイビジョンで、字幕版が放送されたほか、 9月26日からは、日曜夜に、NHK 総合テレビジョンでも、日中に過酷語により放送されている。DVD ソフトは2010年に出た、中国版に続いて、全8巻の日本語版が発売された。舞台は、高所12年から高所25年までの新潮末期。貧しい家の子、李俊雲は、クソ拾いによって、生計を立てていたが、 貧しい家族のために自ら上進し、宦官となって、生体校の下に出資する。一方、春時の義系で同郷の両文姫では、校舎12年の家教主席で合格し、管理人で、区本管任法の官僚階級を登り始める。新庁の内部では、政治の実権を握っている生太校をいただく。 皇統と生大公を引退させて皇帝の申請を実現しようとする帝党とに分かれ激しく対立していた。皇統と帝党の対立は祖先からの新朝の伝統を守ろうとする保守派と衰えた新朝を制度改革によって立て直そうとする革新派の対立でもあった。両者の対立はやがて生大公と皇帝の関係にも深い溝を生んでゆく。 瞬時は、生体校の長を得てその側近として使え、一方、文秀は皇帝を支える、偏方派若手官僚の中心となる。敵味方に分かれてしまった二人は、滅びゆく成長の中で懸命に生きていく。実在の人物と架空の人物が混ざり合って、物語を作り上げている。振り仮名は、日本語読みをひらがなで、中国語風の読みをカタカナで表記。 小説内のルビは、小書きではないが、ここでは洋音に読める箇所を、治癒、主などと記した。生体校直行所廷はじめ、理工省祖国藩栄六、強神の王駅県厚志神の王、駅、遠征外交ウいたん次ぐど芝五郎、クロードマクドナルド伊藤博文北京で通す匠を営む男。文秀とは飲み仲間。 貧しい家庭から買い取った子供を上心して宮中に送り込み、手術代の利息や付け届けで生計を立てている。字幕版吹き替え版この編成は、テレビジョン放送の完全デジタル化を睨んだ秋の大規模改編の一環として行われる。海外ドラマ枠としての前番組であった、プライミーバルシリーズは、昼前の放送だったが、この番組から再び夜の編成となる。 3月13日は東日本大震災の報道特別番組を放送したために休止された。ありがとうございます。